はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。今回はここですね、吸血鬼城、こちらの攻略をやっていこうと思います。陽子ちゃんのイベントですね、キツネ。とりあえずここのエンカウント率は操作できないみたいなんで、まあプラマイゼロで、まあ、そこそこやっぱり出現率が高いですね。まあいつもマイナス50にしてたからな。とりあえず上に登っていきましょう。あれ、またサブがある。サブをこなしていく感じかな。ガプガプとか出るとちょっと厄介なんです。こいつもなー、反撃してくるかな。やられたらやり返す。倍返しだ。うわ、来たー、死ぬ倒した。本当ずるい技持ってるよな。あれ、アニエス様がいない。3つ使うか、ハイポーションじゃなくてエクスポーションを。あ、こっち宝箱だ。宝箱をゲット。何、ラミアのティアラって。イデアかな、とりあえず。あれ、めっちゃ下がるじゃん。あ、魅了を無効するのか。魅了してくる敵が出てくるのかな。そうすると竜あたりに装備させとくか。めっちゃ下がるけどいいや。アタッカーがね、ちょっと崩れるとかなりやばいんで、一気に畳みかけられるかな、このゲームは。おお、敵のブレイブアタック、くらえくらえ。これでクリティカルよ、出てくれ。うわ、9000でも倒せないか。8とかギリギリの生活してんなこいつ。またエクスポーションを使うか。ハイポーションいっぱい使おう。めっちゃ使ったな。10個くらい使ったぞ。ん、どっちだこれは。あー、あっちが宝箱だったか。5000円。お金はな、どうなんだろうな。今あんまりお金を使う機会がないんで、このパターンか。倍返しって次食らったら死にそう。死んだ。うわ、なんでこいつテイスト使ってんだ。そういえばでも U は生き返る。皇帝のなんちゃらっていうのがあるからな。すげえ完璧だなこいつ。あ、やばい、マグノリアちょっと全開させとかないと死ぬからな。ああ、ここに絵があるのか。この絵を見ながら進めていく感じですかね。あれ、遅かったの？いるんだ。それでは話して信じよう。第一の真実、なんだ。野心深き者の。誰これ。私が最初の眠りについてからどのくらいの時が流れたのだろう。気がつくと、なるほど、男は連れてきていた幼い娘に私という存在を移し、何、そうだったのか。本来の目的を遂げた。男の目的は長い間祀られ続けた私に納められた。出航して間もなく娘は高熱を発し、船団は最寄りの港に寄港した。野心深き者は出航をせかし、双方の思惑に教団総本山は大いに揺れ、とあるエクソシストの派遣によって事態の解決を図った。エクソシストガイストによる。そして愛情深き者、欲深き者、野心深き者、グリードゼネオルシア。何、ユな、なんて男だ。世界疫病の原因が。信じられぬという顔をしておるの。また髪切れだな。さらに、待てよ。ろくでもねえ家族だなこいつら。兄貴が皇帝だったり。わあ、またこいつらか。どうする、本当にどうする。先行、これなんかな、反撃されないとかないのかな。獣、ケルベロス、ビーストキラーでいこう。でこいつはデフォルト。
これでどうだ、ビストキラーアーチョー。普通に死んだし無駄だった。おーだ、いいね。どうにもならん、あの倍返しが毎回回復させなくては。アレイズケアルゴも使おうか。一気にマジックパワーが減ったな。1回ごとに1個イベントが始まる感じだな。これは真実に近づくためのイベント。右に宝箱はあるかないか、何も起こってないか。こいつらか。やっぱり普通に攻撃してるのが一番いいな。ゴー、つらい。倍返しされたらめっちゃつらい。うほ、つらい。とりあえず残ったか。これ毎回ケアルがかけないといけないな。ガプガプが出てきたらまた厄介だしな。ここは敵が厄介だな。反撃系が一番辛い。復活だけ。リレイズ使ってねえな、そういえば。お、こいつらは楽だ。リピート。ペガサス、流星剣。おら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 。あれ、敵何体いた ?4 体いたか。こっちに何かあるかな。なんもなーい。そして第2の絵。遅かったの。え、読んでない。まあ、良いであろう。読んでないんだけど。第2のこれは罪深き祭。エクソシストガイストによる娘の悪魔払い。娘の移送に反対する。しかし。それでは終わらなかった。教団内の欲深き者は慈悲深き者に訴えた。哀れな娘に娘を乗せた船団はガテラティオを目指して出航した。莫大な財宝。グリードすなわちユーの父親はガテラティオを目前にして船員たちに酒を振る舞った。毒入りの酒って。毒入りの酒。かくしてグリードは船団の大半を沈めたにもかかわらず教団内での地位を盤石なものとし、よくデニー兄さん。なるほど。そう、そしてエタルニアの地にも世界。ほれ、全く読んでない。読むか。じゃあ真実とやらを公開しよう。ニュー、どれだよ。大切なもの的なやつどれ。なくね。え、読むとかそういうもんじゃないんだ。ん、なんだなんだ、どれだ。作戦でもないしな。うん、なさそうだ。よくわかんないからいいや。ここは4階か。何階まであるんだこれ。こっちなんか怒ってるか。よし、最近カネルがよく怒ってるな。ケーキ、連戦の予感か。これどうすっかな。逃げよう。間違えた。逃げろ。よーし、完全にチキンだな。チキンナイフ。おー、怒ってる。バニー油。もうケーキとか一回もなんか使ってないからな。青魔法とか。あー、来た。こいつらもどうしよう。逃げよう。なかなか逃げきれないってないからな。比較的簡単に逃げられる。
さあ次の真実は。遅かったの。いや読んでないんだって。まあ良いであろう。これは。原始病はエタルニアの東に上陸して辺境の村死の世界が訪れた。ふんふんふん。青年司祭ブレイブは教団に対して人々の治療に苦労。しかし彼は自分の果たせる役割を放棄したわけではない。まず医学省に在籍していたノルゼンに役職。やがて世界疫病は収束した。セカンドインパクト。しかしそれは研究開発は苛烈を極めた。多くの研究者。何ノルゼン、またその家族も犠牲となって。五感の一つ失ってるんだ。どこだ。ノルゼンでさえ何度も新薬の検体となり。猫ミネット。その話も出ましたね。こうしてワクチンが作られ、これはグリード。さて世界疫病への対応のまずさが、それを挽回すべく、そしてそれがこの辺りも手記に。さあえ、この手記マジ何なの。どうやって読むんだよ。だって新しいやつ、この騎兵銃しかないし、これもだって食い物だろ。ここか、これだ。モンスター図鑑、雑記、これだ。何にも読んでない。超長そうだな、これ。5ページとかあるし。いいや。まあ、どうせろくでもないことしか書いてないんだろうね。うわ、出た、ガプガプ、逃げよう。オッケー。こんなんばっかだな。さあ宝を漁るぞ。あー、こっちはあそこはなんか怒ってる。行くか。な、怒ってるのって大したもんないからな。あ、こいつらはいける。みんな逃げるになってるな。いや逃げよう、先制攻撃だし。グッバイ。これも戦歴に乗るのかな、逃げた回数とか。 U の手帳にリリスの口づけ、あんまり必要ないね。いちいち戻って取った価値はなかったな。で上行くと多分進むから、右の宝箱を取ってから行くか。いや出た出た出た、こいつらやだ、ほんとやだ。逃げろ、逃げ切れない。逃げ切れた。だいたい一人につき4分の3くらいで逃げられ。あ、上に宝箱あんじゃん、騙された。こっから正規ルートかと思ってたのに。エリクさん、オッケー。うーん、犬が2人いる。犬は1匹までだな。こっちにも宝箱。おい、万能薬いらん。さあそしてこの絵は。遅かったの。さっきからうるせえな。まあ良いであろう。これは白獅子の受難の話。何白獅子って。獅子戦争みたいだね。聖騎士ブレイブの決起によって土の神殿、教団総本山、それは同胞を切り捨て、なんかろくでもないやつだな、グリード。なんでこんな父親から U みたいなやつが生まれたんだ。カムラン家をはじめと剣豪ジェロム・バレストラ、押し寄せるゼネオルシア、カムラン両家の兵を攻め手の一翼を担っていた若き日のニコライは、お燃え上がる炎を見上げ、ニコライさん何を思ったであろう。自らの主が下した決定にし、まだまだ白獅子に関わる話は続く。獅子戦争ですね、これは。治安の荒廃を憂慮した公国はゼネオルシア家及び。分かったの？ジャンの
ニコライのアヤメたちの、あれ、ヨーコが怒ってる。多くのものの、そしてゼネオルシア、そ、うわ、倒れた。そうだよ。牽制を欲しいままにし、グリードの話もこれでしまいじゃ。サンキュー。さらばじゃ。さあ次行こう。こんなことぐらいでへこたれねえよ俺は。長えな。それにしてもここの吸血鬼城は。敵のブレイブアタックか。逃げる、逃げるべし。逃げれた。で逃げるって何が関係してるんだろう。レベルかな、素早さかな。うわー、ことごとく宝箱の道を外れるな。エーテルターンを。おお、敵の先制攻撃だ。マジか。帰ってた。いきなり帰ってた。うおお、なんかマジか。これは厳しい。いきなり厳しい。逃げろ。ケアルが、あ、万能薬を使うか。めっちゃステータス以上になってんな。猛毒の牙みたいなやつ。モルボルの臭い息みたいな感じかな。あれ、あそこの宝箱取れないぞ。連戦の予感。そんなの関係ねえ。さよなら。あれ、いけない。マジでいけない。下から行くのか。ん、ここは。お、いけたー。イエーイ。ブラッドソード。これは、ヒットポイントを回復しながら、戦える。でも大体ね、弱いんだよね。ブラッドソード。そうでもないか。アンデッドとかだとね、ヒットポイント減っちゃうからね、逆に。危険だからやめておこう。特にこれは4回攻撃するから、差し替えが効かない。こいつらな、倒せそうだけどな。無理はしない。もう今回なんて動画になってんだこれ。逃げてるだけだな。お、これは伝説の聖剣じゃないか。あ、ブレイブリーソードだ。これはブレイブリーソードね。思ったより遅かったな。お前はこれ以上は踏み込まない方が良いと忠告し、真実。そうだな、真実は知りたい。そろそろ私の話をしよう。私、ただ私が望むのは世界の革新。次のレイヤーってなんだ。真の成長、人の成長、それはいかに自分しかし心の奥底を刺激してやって成長に転化できたものは。なるほど、みんな潰れちゃうのね。何万人と見てきたがのさあ誰。イデア、こいつか。おお、私の名前はエタルニア公国ゲンなのになぜやり方が気に。それだ、認めさせたかったんだ。特に私は。それではいい。孤独、そなたの心の底の感。なるほどの。アニエスにはマグノリア、お帰にはブレイブがいて、エイミーとパネットーネ。あれ、だってこいつだっているじゃん。幸せそうな彼らを見。やめて。そなたの相手は言ってしまったからの。心に決めた相手とは、それでも彼が決めたことだから、一生一生の。リンクアベル。なんだこの曲は。リンクアベル。ああ、そうさ、孤独だって。俺はずっといる。あの時もこの時もその時も、片時だって証拠に手帳。な
パク、あのリングアベルだったの？ああ、みんな大好き町で噂の。自己紹介、再会の挨拶を。あれ、突如出てきてそれで終わりかよ。何なんだ一体こいつは。うわ、犬だ犬、逃げろ。あれ、これなんか途中にあるな。どれだ。おお、ここか。これはなんだ、立ち向かう人たちだ。これは、ああ、そして戦っているのが俺たち次元管理官。何、次元管理官ってかっこいい。なんだいそりゃもっとも金属事故が次元管理官、どういうことかって。妖子から説、あいつは世界の核心が狙いだと。乱暴な話さ。しかもあいつ、人の成長は妖子、あいつは S ランク、次元管理。何でも46億年も昔、どんだけ昔だよ。この星に存在、 Quite a talker。 ともかくすまないが、ええ、それにしても偉くなったのに悲しすぎる。俺は奴を倒す。そう、あれ、この絵は関係ないの。あ、この絵か、さっき見たやつか。あ、出た、カプカプ、逃げろー。ガブガブか、もうめっちゃガブガブされっかんな。セーフティーリング、即死使ってくんのかな。この先は危険だぜ。 OK、 マジックパワーが減ってるからちょっとテント張るか。リングアベルいるのかな。いる。やっぱり仲間との食事は。はい、リンガーベルさん。ああ、ありがとう。じゃあ、あ、まだしてたんだそれ。ん、ずっとなんで言わないのよ。戻ってきた、ただいま。言えよ。ティーズまでそん言って。ああ、みんなにはただい、おかえり。アニエスにも。ああ、あれ、ここでペンダントか。お前って、なんでお前が出るんだよ。あれ、こいつ別人だっけ。法は入浴中だ。その間は俺が留守電係なのだ。しかしさっきは急な腹痛でな。あ、いやいや、待て、大丈夫だ。皇帝オブリビオンの襲撃で大きくなんだい。そんなことよりアニエスが入、は、あ、超緊急事態なのだ。速攻だ、この通信を取り、カメラはオンにしたままでな。あ、リンガベル。お、おっと、全然あれだな、答えてねえな、傷一つない。リンガーベルはさ、ああ、あれ、あの大穴。そうだな。あら、まあまあ、いずれにせよ。だったらな。はあ、ん、朝食用にと、いいで、な、なんてほのぼのしすぎなんだこいつらは。この狐を目の前にして、よし、行くか。じゃあセーブして、おっと、時間同士を直さないとな。マイセット、ん、
これだよな。で、装備はこれ。いくぜ。おお、いるよ、ヨーコ。S級。この俺が勝ってやる。遅かったの？さっきから、そればっかりだな。覚悟しろ。覚悟。一回では方法の手。何の？リングアベル。ええ。あ、次元管理官さん。わかった。お。存分に援護してくれもいいか。よーし。私は一人。よって名前はないが。かっこいいこの剣。ヨーコ。どーれ、私を信じて。いいな、あの剣欲しい。まあ、とりあえず。魔法かどうかだな。ガードをかけるにしても。フィジカルガードでいいか、とりあえずは。命食い。うわ、なんか変なこと。うっ、ちょっと、マジかよ。なんだよ、これ。あれをつけろってことか。即死。即死何個持ってたっけ ?3 つくらいあった気がするな。とりあえず、イデアが戦闘不能になってのが痛い。おお必ずな。4000。おお、まあ、そこそこ当たるな。そして、なんだこいつの音楽になったぞ。またかよー、これ死ぬぞ。うわ、あ、全滅した。してない。これちょっともう全滅だな。マジか、ちょっと即死対策しないとダメか。いって、速攻でやられた。あ、でもなんか、時、あ、そっか、時魔導士はいないんだ。ひどすぎる。結局、リングアベルの攻撃しかやってねえし。まずジョブだな、ジョブ。まったく何なんだ、こいつは。で、最低はイデアは残さないとまずいからな。何個あるんだ？セーフティーリング、3つか。マグノリアどうすっかな、誰にすっかな、ユーはつけとくか。セーフティーリング。あとは、マグノリアすっか。どこだ、セーフティーリングあった。オッケー。いくぜ。イベントはカット。遅かったの？スキップ。よーし、やってやる。はい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 。じゃ、ちょっと攻撃はしてった方がいいのかな、ちょっとずつでも。後期のとこ使おうかな。いやー、でもな、畳みかけるときにした方がいいな。やっぱり溜めよう。で、どうすかな、なんかあるかな。全属性無効負荷。全属性無効とかあんのかな。じゃあ、貼っとくか。エレメントバリアー。命にこれをガードしてくれ。キズは死んだか。しょうがない。そういう運命だったんだ。アレイズで読み殻するか。頼むぞ。4000。ナイス。4000。サンダーじゃ。おー、危ねえ。危険だこいつは、マジで。ってことはやっぱ魔法なんだな、こいつは。エレメントバリアだな。これいいな。あ、違う。もうこれ効いてるんだ。ってことはフィジカルアップ使おう。ミアロじゃ。無駄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 。全然。あれだ。効いてるわ。ティーズが死んでたからな。ここで後期の鷹を使って、ウルフファング、バイソンフォーン、ウルフファング。グレ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 。ってことはこれだな。馬の耳に念仏だな。で、あとは攻撃あるのみ。フィジカルアップだな、そうすると。こいつはちょっともう一回デフォルトすっか。俺のデ、お、早っ。あれ、なんか変なの持ってる。これいくつ投げた。4500、強くなってる。フィジカルアップ。
馬の耳に念仏、大きな坂行くぜ、おらおら強い、おらくらえ、プリシジョン、バラージプリシジョン。これ何何何何なんだよ、これなんだ、全然効かなかったぞ。高貴な高っ、なんか弱点、弱体化してる。ちょっと待てよ待てよ、月魔法のエレメントバリア張ろう。こいつはもう攻撃するしかない。野心深き者の末裔、いきなり喋ってきたな。ユッチ塗られた世界へ多くの死、はい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 、よい黙れ王様と、よい確信を持て、俺はいや確信黙れくらえ、ぶん殴ってやろうめえなんて。ペガサス水星剣、オーバーエアロじゃ、無駄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 、完全に無駄だな。くらえ、どうだこれは、もうちょっといいんじゃないか。畳みかけで、次畳みかけよう。フィジカルアップ、サンダガに撃たれたかのような、なんだそりゃ、こいつ結構活躍すんな。魔法剣サンダガ斬り5000、いいね、こいつだけで1万5000くらい与えてんじゃん。くらえ、サンダーじゃ反撃してきた。無駄無駄無駄、高貴な鷹がそろそろ切れるからな。ここはもう総攻撃、これで倒せなかったら例によって終わる。もういっぱいやり直しみたいな。馬の耳に念仏、なんか聞いたか、まあいいや、倍撃にした方が良かったかな。これでいいや。いや、攻撃に入ろう、こいつも。ホーリーとかで回復しねえよな。こいつはぶん殴る。全力でぶん殴る。今の耳に念仏、バイソンホン！あれ？もう一旦前でよかったか。いや、即死さえ防げばなんとかなるね、これは。おお、何のアスタリスクだ、これ。ようこ、そのまんまだな。何が得意なんだ？あ、でも、サンダージャとかやってたよな。7つの大罪を司る悪魔を召喚できる。色欲。なるほど。おすすめは刀なんだ。ああ、すげえ、全部平均的だな。体力が若干低い。うわ、キモ。ゲロじゃねえか、これ。汚ねえな、これ。かわいそう、こいつら。お、これでここか。最後の真実。遅かったね。あれ、まだいたの、お前。いや、これまでの勇気、そういう意味で、ヴァンダルの話をするには。これは。時の彼方の物語、二人の人物が光り輝く対戦で別の世界からやってきた。なるほど。二人がいた世界の病とこの世界の病が混じり合い、後に原始病と呼ばれるものが誕生し、それから奥の時が流れ、千の時代が過ぎ去った。私の眠る小さな祠は、私はファンダルに呼び覚まされた。彼は私の身の上を知り語ってくれた。今は無理だが必ずや。そして今から20数年前、グリードが現れたのだ。その野心にあふれた顔つきで、しかしその自信は木っ端みじんに砕かれることになる。私が抱える原始病を根絶すべく、ガテラティオへの移送を、海水に飲まれながら、私はあの男の叫び声を聞いた。必ず、どうし、泣くでない。私はファンダルが私を目覚めさせてくれたおかげで、グリードの非情な決断により、なるほどね、
グリードとファンダル、ユウ。消えた。みんな、イデア。え？すまない。本来次元管理官はこの空間だけは、ヨーコの。やだよ。大丈夫さ。俺はお前の危機。リングアベル。マグノリア。ん？なんだ？何かしら。なんでこいつに頼むんだ？ヨーコは罪を操る存在。これまで制御されていた人類全体の罪。なんだそりゃ。So that's how it... 魔王バースターはこの世界のどこかにある罪をやっつければいいのね。ああ。なんてわからない話なんだ。きっと石碑的な形になっているはずだ。なるほどね。ディズ。あ、アニエスによろし。さて、そろそろ行くよ。なに、また会えるさ。オッケー。ちょっとヨーコ見てみよう。ヨーコ、ヨーコ、ヨーコ、どこだ？いたー。伝説の悪魔を召喚して強力な攻撃を行う。悪魔の召喚って召喚師と被ってんな。このアビリティをセットしているキャラのジョブレベルの上限が1上がり、最大でジョブレベルを11まで上げることができる。なお11で獲得したアビリティはこのアビリティをセットしていなくても使用できる。マジで？これまず全員レベル2にする必要があるじゃん、ヨーコ。あ、読み送りがある。レベルが20以上低い対象を即死させる。うんうん。悪魔召喚レベル8。これレベル11ってことか。山彦って何？ 25% の確率で発動。おお、いいね。MP、BP 消費なし。なるほどね。じゃあちょっと一回、全員覚醒を覚えさせてレベル11を覚えさせるか。友達データ、コム太郎。この先は危険だぜ。ってか、一回出よう。オーケーオーケー。テレポストーン4つしかねえ。使いすぎたな。また、お、この狐がいる。なんだこれ。魔法書を売っているよ。魔法買ってくかい？ミレイズ。パーティー全体の戦闘不能を解除する魔法の書。でもこれってさ、全体かかればよくね？ありがとう。使えませんって。フレア。敵全体に火の属性大ダメージ。いいね、買おう。クイックがパーティー全体の攻撃回数。なるほど。対象をラブにする。あったね。ラブにさせられたもんね。ステータスバリア状態異常無効化。とりあえず買っとくか。うん、全部買えたな。待ってるよ。何が？あれ、ここまたサブになってる。まだ続くのか。石碑的な形になっている。一応ちょっと石碑アップにするか。いや、リングアップ。ヨーコがいなくなったことで、一刻も早く世界中。オーケー。ええ、十分な装備。え、そんなにきついの？はい、というところでヨーコのジョブを手に入れたところで、今回は終了したいと思います。じゃあちょっと次回からは罪を追って石碑巡りですね、やっていこうかなと思います。じゃあこれで終了します。